あの人の現在。前田美波、現在と若い頃が別人と話題に。女優の前田美波さん、最近はメディア露出は少ないと思いますけど、元気なんでしょうか。若い頃と現在が別人と話題ということですが、若い頃は可愛かったということですかね。若い頃。さて、そんな前田美波さんの若い頃はどんな女性だったのでしょうか。前田美波さんは独特な名前や雰囲気から宝塚出身という噂もあるんですよね。しかし、事実は違いますよ。先ほども書きましたが、東宝現代劇8期生なので、宝塚出身ではありません。本当は踊りが好きで、ミュージカルをしたかった前田美波さんですが、水着の仕事ばかりで嫌気がさしたと言われています。確かに、資生堂の CM で、健康的な小麦色の肌をあらわにした前田美波さんは、これまで色白が美人の条件だった社会通念を覆し、大ブレイクしたからですね。上の画像はローラさんに似てる気もしますね。本人にしてみると、いきなりの大ブレイクで戸惑った部分があるようです。自分のしたい仕事と求められている仕事の違いに悩んだってことですね。でも、確かに若い頃の画像を見ると、水着になってほしいのもわかります。それだけ美しいスタイルに顔をしてますよね。それでも自分のしたいミュージカルに突き進んだっていうのは強いですよね。幼い牧クロードさんを置いてですからね。それで離婚もしていますが、マイク牧さんとの関係は良好のようですよ。理解がある旦那さんだったんですね。2018年には一緒に徹子の部屋にも出演してますからね。離婚した夫婦が仲いいっていうのはすごいと思います。現在72歳の前田美波さん。今でもめちゃくちゃ美しいですよね。その秘訣はたくさんありました。朝日で目覚める。寝室が盗難。起きたらカーテンを開け、花に挨拶。朝食は栄養バランス重視。野菜と卵。常に全身チェック。鏡があちこちにある。部屋の温度は年中1度高めに設定。ご近所付き合いを大切にしている。蕎麦柄枕を愛用。そして、独自の美容体操もしてるってことですね。その名も、エゴス級体操ってことで、10年ぐらい前から行っているそうですよ。だからこそ、今でも綺麗なんでしょうね。きちんとケアしているのも、基本的なことを大切にして、毎日続けているからこそでしょう。努力してるのがわかりますよね。今でも舞台で活躍し、ドラマや映画にも出演していますし、今後もずっと活躍してほしいと思います。